髪の毛切りに美容院行ってシャンプーしてもらうときはできるだけ距離の女性スタッフがいる、そんな僕です。今日はね、おじさんたちが大好きな名車と言われる、説明しよう。名車レジデンとはおじさんたちが大好きな名車と言われる車を谷口さん独自のフィルターで若い子にも楽しんでもらえるよう分かりやすく解説し、いかに昔の車がすごかったかというのを伝えていくためのコーナーである。記念すべき第1回に選ばれた名車は、それでは第1弾がね、チェーサーツアラー V ですね。100系のチェーサーツアラー V、まあ名車列伝でご紹介するにはね、やっぱりフルノーマルの車がいいってことで、フルノーマルの、100系チェーサーツアラー V、100系チェーサーツアラー V ご用意いたしました。めちゃめちゃレアです。はい、ご覧の通りサンルーフもねついてます。この車はね、平成13年式のね、最終型の、ツアラー V リミテッドっていう車ですね。ツアラー V リミテッドは通常、何が違うかっつったら、木目調のパネルとか木目調のハンドルとか、シート表皮が専用のものになってたりねするんですけど、まあ木目調ダサいので、カーボンに、ツアラー V のカーボンに交換してあります。で、まあツアラー V リミテッド自体はオートマしかないんですけど、この車は、谷口さんがマニュアルに乗せ替えしました。うん、まあっていう意味ではフルノーマルではないですけど、まあ全部、純正の新品部品使って交換しましたね。うん、まあその試運転がてら今日はこのチェーサーツアラー V ご紹介していきたいと思います。あのね、この車ねすごいですよ。13年式なんですけど、距離はね10万キロいってないです。9万ちょっとぐらいかな、うん、の、人気のスーパーホワイト2。まあパールは多いけどね、やっぱり白の方がこうスポーティーな感じがしていいですよね。うん、でも白ってね意外とメンテナンスね大変なんですよ。ワックスもね定期的にかけないとボディ表面すぐねサラサラになっちゃうんで、定期的に洗車してワックスかけてあげないとね綺麗な白保てないんで、うん、まあチェーサーツアラー V100系になってから車両本体価格はまあ90とはあんま変わってないんだけど、320万から30万ぐらいかな。うん、なんかその当時って売ってる地区によって微妙に値段違ってたんですけど、まあ大体その範囲ですね。で結構ねその時はね値引きがあったりしてたんで、30万40万引くっていうことはね珍しくなかったですね。うん、まあツアラー V でいうと、まあ、このねこれにもついてるんですけど、純正のハーフのエアロ、これがやっぱ一番似合いますよね。まあ、これをオプションで付けたり、まあいろいろなんじゃかんじゃ消費用込みにしてだいたい350万ぐらいかな、込み込みで、うん、買えましたね。今ね350万っていうとなんだろう、今350万で買える車って86ぐらいかな、全然違いますよね。うん、今ねこの車が350万そこそこで発売されたらね結構売れると思うんですけどね。うん、あ、ちなみにこの、ツアラー V リミテッドはもうごめんなさい、オーナーが次のオーナー決まっちゃってるんですけど、車検、まあ、構造変更して車検受けて込み込みで220万で売りましたね。まあ、こういうね程度のいいツアラー V 探してくださいよってことだったらぜひね問い合わせしてください。あの時間かかるかもしれないんですけど絶対いい車探しますんで。
この車の1個前のモデルの JZX90 のツアーラー V から大きく変わったところはやっぱりね、エンジンの90ってツインターボだったんですけど、100系からちょっと小ぶりなシングルターボに変わってるんですね。で、この100系のツアーラー V についてるシングルターボって、まあ、2リッターでも頑張れば回せるぐらいのサイズなんですよ。それを 2.5 につけてある。なのでブーストの立ち上がりがすごい軽いですね。ピョンって回りますんで、それでいて、出力は280馬力ありますんで、トルクの立ち上がり方とかもね、すごい下から来るんですよね。そこが90と大きく違う点なんですけど、まだもう1点あって、それが VVTI、バリアブルバルブタイミングインテリジェンスってやつがついていて、これが何がいいかっていうと、バルブタイミング、吸気側のバルブタイミングを低回転用とかね、高回転用とか、それをアナログ的にコンピューターが制御してくれるんですよね。それがまたね、アクセルの突きとかね、加速とかね、すごく良くなるんですよね。うん、エンジンのこうパワーの出方っていうのは、90はね、本当にツインターボって感じで、うわーってこう高回転になるに従って加速していくんですけど、あの100はね、全く真逆で、もう下からビョーンってきて、高回転は踏ん詰まるみたいな、全然キャラクターが違う 1JZ なんですよね。うん、まあ、同じ 1JZ エンジンなんですけど、全然キャラクターが違う。どっちがいいかって言ったら、どっちもいい。90好きな人もいれば、100が好きな人もいるし、ただ燃費で言うと、圧倒的に100の方がいいですね。うん。ターボも小さいし、まあ、ストップ&ゴーが結構得意なんですよ。で、VVT もついてるし、大体このフルノーマルのやつで言うと、街乗りだと8から9ぐらいは走りますね。人によっちゃ10行く人もいると思います。うん、90だとなかなかそれはちょっと難しいんですけど、100系は何がいいって、その辺がいいかな。うん、でもマフラーとかエアクリーナー変えると大体1から2ぐらい悪くなっちゃう。なんで、多分ね、いやー俺のチェイサー6とか7しか走んねえよっていう方もいると思いますけど、大体マフラーエアクリーナー変えてるとそれぐらいの燃費になりますね。でもまあ、コンピューターを上手にセッティング取ってやれば、ノーマルの燃費には、戻る傾向があります。なので燃費を良くする意味でもコンピューターセッティングってありかもしれないですね。まあ、いくらね、動画の撮影とはいえね、おじさん一人のドライブはね、ほんと寂しいからね、そうだな、可愛い女の子が隣にいてくれたらね、すげー楽しい気分になれるんですけどね。そうだな、今僕のね、推しのレースクイーンのね、白川さくらちゃんとかね、周りにこう来てね、一緒にドライブしてほしいな。さくらちゃんお願いします。おお、いい加速。やっぱりツアーラー V はね、こうじゃなくて、あのこの今ミーミーってるのあるじゃないですか、これね、実はあまり知られていないんですけど、うるさいな。速度警報装置、これね、実はオプションであったんです。で、田口さんね、その当時オプションのその速度警報装置を新品買ってずーっと持ってたんです。で、これもう今まさに使う時だと思ってつけたんですけど、つけてみてびっくり、キンコンって言うと思ってたんですけど、ミー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 って、ちょっと情けない音だよねこれ。今ね、あの部品の供給はないんですけど、やっぱこのミーミーじゃなくてキンコンがいいね。本当のあの昔の車ってキンコンって言うんですよね。
金庫ってついてたんですよ。いつの間にかこうなくなってきちゃってオプション扱いになって、もう今あるのかな、今の車どうなんだろう、わかんないけど、うん、あのイニシャル D とかでね、あのトレノ出てくるじゃないですか、あれ金庫金庫言ってるじゃないですか、あの音がいいな、あの音になるようなものを作りたい。うん、まあ速度はね自分の任意で合わせれるようにね、100キロで鳴るとか120キロで鳴るとかね、140キロで鳴るとかね、うん、そういうのをなんか作りたいな。うん、まあこういう速度警報装置はね裏オプであったんですけど、まあそこまでの裏オプではないんですけど、まあ、裏技裏オプではないけど、ちょっとした、あまり知られていないようなことを後で奥行きついたら、そういうのをちょっと一部ご紹介したいと思いますので楽しみにしておいてください。はい、ここからねだんだん山道に入っていくんですけど、まずねサスペンション乗り心地すげえいい。久々にね、ノーマルのショックバネ、ノーマルのホイールタイヤ、空気圧は 2.5 ぐらいだったかなに乗ってみたんですけど、いいです。チェーサーでいうとね、だいたい車高調に、18インチのホイール、18インチの扁平タイヤっていうパッケージにねすげえ慣れてたんですけど、改めてこうノーマルを乗ってみるとすげえしなやか。うん、あのトヨタのね、フォードは、サルンと言われる車はだいたいねダブルウィッシュボーンっていう、方式のサスペンションを使ってるんですけど、これがね、うん、やっぱいいですね。このフォードにはダブルウィッシュボーンの組み合わせすげえいい、すげえしっとりしてる。まあ、ただね86とかああいうスポーツカーと比べると、キビキビした感じはないですね。まったりですね、すげえまったり。だからこういうところもしっかりブレーキして、ハンドルの感触を、タイヤの手応えを確かめながらゆっくりハンドルを切ってやらないと荷重移動がねうまくできないっていう、スポーツカーほど簡単じゃないですね。前が曲がってその次に後ろが曲がるっていう、そういう順番がすげえ顕著なので、まあ、そういう意味ではスポーツカーには劣るんですけど、まあ、これの良さっていうのもやっぱりあって、例えばね、オードアだけあって、家族で旅行するとかそういう時でもお父さんは楽しい、そして他の、お嫁さん子供たちっていうのはすやすや寝れる、そんな車ですよね。まさにこうツアラーっていう名前がね似合う車ですよね、この J さん。ゆっくりハンドルを切ってやるのがいいですよね。あんまりこうシュッと切ってもね、シュッと切ってもね、シュッとは曲がっていかないでね、ボディ剛性、20年前の車ですけど、やっぱりこの人ずっとノーマルの足で乗ってたんでしょうね。すげえしっかりしてます、ボディが。しっかりキープされてるっていうのは正しいかな。この当時のトヨタって100のチェイサーを作るにあたってすげえ BMW、 その当時の BMW をインスパイアして作ったってよく言われてるんですけど、あの前期なんか特にテールランプとかね、ほんと BM そっくりで、ヘッドライトなんかそうですよね。うん、その当時の BM を結構そのインスパイアされてるっていうかね、うん、
モロだけどね、うん、でもかっこいいよね。アングスさんは、平成8年にトヨタオート、その当時のトヨタオート名古屋っていうところにね入社したんですけど、その2ヶ月後平成8年6月に100系のチェイサー、次のモデルのチェイサーはこうなるぞっていうのを大体ディーラーの人たちって先に分かるんですよね。それでお客さんにある程度リークして、販売を促すんですけど、その販売促進用のパンフレットを見た時にね、衝撃を受けましたね。なんだこれはと。あの90がね、あんなずんぐりむっくりのチェイサーだったのに、100系はすげえシャープになったなって、うん、でやっぱ欲しかったよな。でもお金がなくって、その当時は、うん、新車のツアーラー V なんか絶対買えなかったんですけど、 CM 覚えてますかね、おじさんたち。チェイサーの CM、 あのなんか CG のサメがさ、ミヨンってこう泳ぎながらね、うん、新しいチェイサーつってやってましたよね。その時なんだったっけな、フィールザービート、フィールザービートは違うなん、キャッチコピーありましたよね、忘れちゃったいやーいいなー、ノーマルいいなー。おー、ブレーキね、あー、ブレーキの話するの忘れてた。ブレーキはね、90から、どう変わったかっていうと、ABS がだいぶ賢くなりましたね。うん。ABS がもっと簡素化されて軽くなって、さらに制御も賢くなって、まあ、今の ABS と比べたら全然ダメなんですけど、うん。ABS がいたずらに介入してくるような感じはなくなりましたよね、この100系から。でもあのブレーキの容量自体はそんなに変わってないので、90からね、あの劇的に効くようになったっていうことはないんですけど、ただねこの車、ま、90もそうなんですけど、グッとブレーキ踏むとまずね、あのフロントから効いてくる感じ、後ろはワンテンポ遅いみたいな、フィーリングがあるんですよね。というのはフロントの容量に対して後ろはちょっと小さかったような気がするかな、うん、なんでもしブレーキを強化したいっていうことがあったら、まず後ろからやってみるとすげえバランスが良くなります、うん、後ろをちょっと効くブレーキパッドにして、前はまあ純正同等のタイフェード性の上がったようなものにしてやると結構バランスよくなるんで、それは結構おすすめですね、うん、あとドリフトしてる子はフロント効きすぎるんで、効かないようにしてやる工夫が必要ですよね。すぐあのロックしちゃうとね、ドリフト中ってどうしてもあの接地面が少なくなるじゃないですか。そうするとね、ブレーキが強すぎるとすぐロックしちゃうんですよね、うん、なんドリフト君はブレーキはまああまり効かないようにしてやるのがいいですよね。ボディ剛性に関して言うと、あの90から大きく変わった点で言うと、この100系になるとゴアボディっていうコンセプトで、とにかくキャビンを強くしようと、衝突した時に、人命を最優先に守ろうっていうボディになってて、キャビンがすげえ硬いです。ただキャビンの前後の、柱はすげえ弱いので、もう90から比べると全然弱い。特にこのボディ前側がすげー弱いんですよね。なんで90は結構シャープにこう動くんですけど、100はね、あのその辺がワンテンポ遅いですね、90と比べると、
なんでかつ、まあ、前はとにかく 潰れるようにすれば衝撃を吸収できるんじゃないかっていう風でそのゴアボディは考えられてるんですけど、まあ当然そうなんですけど、ちょっとねそういう面では欧州車、特に BM とかとあの辺の剛性感と比べると全然ないですね。それがちょっとがっかりかな、この100系はね。でもねボディ剛性がないからっつっていろいろ鉄板貼り合わせたり、してる人はいるんですけど、まあ、その場合いいんですけどね、あんまりこうビッチビチにスポット増ししたり鉄板貼り合わせたりして、無理に剛性高くするとデメリットがあって、まあ、どんなデメリットかっていうと、作ってからもう数年しか持たないですね、車がそのボディの強さっていうのは、なんでかっていうと溶接して、まあ、塗装してね、その見た目はいいんですけど溶接した裏側どうなってますかってことですね。そういうとこってまあ、塗料もね焼けちゃうんで、ね、錆の進行も早いし、あとどっかを固めたことによってシワ寄せ的なことがいろんなとこに走るので、偏ったこうボディバランスになっちゃって5年ぐらいすると、まあ僕も経験あるんですけど結構バラバラな車になっちゃいます。僕の D1 で使ってた車なんかねそうなんですけどね、いろいろ溶接して固めた結果、何年かしたらダメな車になっちゃったってね、まあそういうデメリットもあるんで、できるだけこう溶接してねいろいろ貼り合わせたりっていうのは長く乗る人にはおすすめできないですよね。橋を越えると奥吹きの私有地に入りますね。よし、じゃあノーマルのバランス見てみましょう。いいね。タイヤがちょっと古いかな。デフも入ってない。もともとオートマだったんでね、オープンデフですね。デフいいですよ。加速いいな。いかがだったでしょうか、名車列伝。それにしてもこのツアーラー V って車は全然色褪せてないですよね。80年代や90年代の車たちって各メーカーのプライドが感じられる車が多かったんですけど、今はねもうトヨタの一人勝ちみたいになっちゃって、みんな仲良しで昔のようなライバル同士の対立といった面白みはなくなっちゃいましたよね。だから今の車って魅力がないって言われるんだと思います。また面白そうな車が入庫したら名車列伝としてご紹介しますので、ぜひチャンネル登録お願いいたします。チャンネル登録してるけどいつ更新されてるかわからないっていう人は、チャンネル登録ボタンのベルマークをオンにしておくと僕がアップしたことが通知されますので、ぜひ通知オンでお願いします。それではまた。